Rap to learn, rap to learn. Ooh, I love to rap to learn. こんにちは。1日1回、多い時は3回フロスをするラップツランのリットです。皆さん聞いてください。僕にはある悩みがあるんです。それは自分が一人っ子やということです。正確に言うと兄弟がいないっていう現実はもうとうの昔に諦めたんですけど。おかん、俺弟が欲しい。え、無理や、無理無理無理。なんでや。そんなエネルギーない。まあそう言われたらしゃあないな。何が嫌かと言いますと、兄弟いるかって聞かれた時に、いや一人っ子やねんって答えた後のちょっと気まずい雰囲気、わかります？これわかるよね。一人っ子やったら絶対わかるはずや。わからん、説明しにくいな。うん、わかった。こういうことや。兄弟おったよな。うわー、この話題か。やな。いや、ちゃうで、一人っ子やで。一人っ子なんか。じゃあ当然兄弟喧嘩をしたことがない。小さい時からおもちゃの取り合いもない。服はいつも新品。最後の唐揚げを食べる権利を得るためにじゃんけんで決着をつけたこともない。自己中と認めたやつに俺はどういう風に感じ悪くせずに反応したらええやろ。なんか気の利いたこと言え。考えろ考えろ考えろ。あれ、なんか妹とかいそうな感じやな。出た、ベタやの。ああ、結構言われんねんけどな。うん、兄弟いそうやって。こいつ絶対俺が自己中やって決めつけとるわ。自己中って決めつけられてたまるか。だがどうやって証明すればええねん。ねえ、考えろ考えろ考えろ。おお、あれやで。でも夏の間はいとこと暮らしてたから兄弟がいる感じもわかるねんで、感覚的に。おるおる、こういうやつ。いとこを使ってまで自分が自己中やないっていうことをアピールしよって、わあ、証明しに来よったな。ほほほ、あわるやの。ああそうなんや。じゃああれなんちゃう、夏中やったら喧嘩とかも結構するんちゃう。喧嘩1回ぐらいしたかな。いや、2回ぐらいしたんとちゃうかな。しょっちゅうや。当たり前やん、そんなの。毎日暮らしてんねんぞ。そんなほぼ毎日や、喧嘩なんて。ほぼ毎日、毎日新聞や。こういう会話ほんま嫌なんですよ。だってわかるもん、相手が何を思ってるか。だいたい一人っ子っていう言葉は我々の歴史の中で褒め言葉として使われたことがあるかっていうのも疑問です。兄弟いっぱいおったら、あの人はもう兄弟もいっぱいおって、弟や妹の世話もしながら家も貧乏やったのに頑張って勉強して大学も卒業して立派な会社に入ってほんま偉いわって言われるのに、一人っ子やと、あの人ほんま偉いのよ、もう一人っ子なのに兄弟のサポートもなく勉強して卒業して立派な会社に入ってって言われたの聞いたことないでしょ。一人っ子言ったら甘ったれでマイペースで自分勝手でコミュニケーション能力低くてもう悪いイメージばっかりや。ただ一人っ子として代表者として一言言わせてもらいたいです。先生、3年3組ラップツラーンのリクト。一人っ子やって大変な思いしてなくもないねんぞ。親に怒られる時は逃げ道がない。兄弟おったらあいつかって同じことしてたやんけ、俺だけちゃうわって言えるけど、一人っ子やと思いっきりアタックされるのみや。直射日光や、日焼け止めなんてない世界やぞ。しかもトイストーリーで例えたら親がシッドの役や、我々一人っ子はウッディや。おでこ熱いねん、ジュージュー言うてねん、痛いねん、逃げ場がないんですよ。あと常に一人やから、それこそ悩みがあっても年が近い人間が同じ家におらへんから自分で解決せなあかんねん。なんでも兄弟おった方が絶対得やて。例えとして隣のトトロ、サツキとメイちゃんどっちかだけやったらあの話成り立たへんで。考えてみてください、メイちゃんだけやったら迷子のメイちゃんっていう話になるだけです。わー、メイちゃんどこやー、誘拐された、大変だー、わーわーわー、おった、木下で昼寝かい、おい、ほんま心配かけよってって注意されて終わりや。でしっかり者のサツキだけやったら大体どんな話になるかわかるやん。どうせあの坊主、あのカンタとの恋愛話になるだけや。ブーブーブー、何回すんねん同じベーを。あれ何回もしてるイメージやったけど、何回もしてなかったっけ、俺だけか。ここに引っ越してきた時は嫌なやつかと思ったけど、今となってはカンタ大好き。俺も最初はうざい女がやってきたなと思ったけど、気づいたら好きになってた。恥ずかしい。おもないおもない。トトロも出て行きにくいって、気使うって。サツキとメイちゃんっていう姉妹やったからあんな名作になったんやね。
一人っ子は損でしょ。だからこれから一人っ子に会ったり、そういう話題になった時は、こいつ自分勝手なんやろな、苦労してない甘えん坊なんやろなと決めつけずに、ああ一人っ子なんやな、きっといろいろあったはずやと優しく接してやってください。一人っ子代表3年3組ラプツランのリクト先生なんかおもろい、なんかおもろい。今回も動画見てくださってどうもありがとうございます。よかったらチャンネル登録、そしてソーシャルメディアでもフォローお願いします。デハデハ、では。